シンマスターハンターズ。なんで俺がこんなことしなくちゃいけねえんだよ。ったく。おい、ケンシロウって言ったな。キサナの命令だから仕方ねえ。エデンって街を案内してやる。その前に何か質問あるか。ユリアについて何か知っていることはないか。ユリア？まあ、確かお前が探している女の名前だったな。あいにくだが俺は何も知らねえよ。つうか、本当にこの町にいるのか？どういう意味だ？だってよ、これだけ衛兵隊が目を光らせているんだ。そのユリアって女がもしエデンに入ったんだとしたら、俺に何かしらの報告があるはずで。お前も全く知らないというわけか。ここ1年くらい外部から入ってきたやつといえば医者や大工に商人、あとはおめえみてえな牢屋行きの連中くらいなもんだ。そうか。エデンについて教えてくれ。今俺とお前がいるこの町の名称だ。誰が言ったのかは知らないが、いつの間にか人々からエデンって呼ばれるようになった。エデン、楽園という意味が込められているんだな。まあ、この町の力は隣接するスフィアシティって施設によってもたらされている。スフィアシティ？町の後ろに山をくり抜いた空間が見えるだろう。あれがスフィアシティだ。透明の壁に覆われたあの不思議な建物のことか。核戦争前からあった何かの施設らしいが、詳細はよく分かっていない。だが今も施設は稼働していて、外壁のパイプ内を大量の水が循環している。電気も発電されてるんだ。旧世界の発電施設か何かか。おそらくそうだとは思うが、エデンではスフィアシティの仕組みを知ろうとすることは禁じられている。施設の中に入るのもご法度だ。随分厳重に守っているんだな。触らぬ神にたたりなし。奇跡の施設スフィアシティを守るのも俺らエデン衛兵隊の仕事ってわけだ。謎の施設からもたらされた無限の資源によってこの町は成り立っているということか。そう。そしてその町を統治するのがあのキサナってわけだ。あのキサナって女について教えてくれ。あの女は何者なんだ。おいてめえ、口の聞き方に気をつけろよ。キサナはこの町の統治者だぞ、聖女だぞ。呼び捨てにすんじゃねえ。キサナ様って言えバゲル。お前は呼び捨てにしているだろう。恋人か。ちげえ。俺とあいつは、ナダイ様がこの町を開発した頃からの知り合いなだけだ。ナダイ？キサナの父ちゃんだよ。核戦争後、あのスフィアシティを最初に発見したこの町の創造者さ。エデンを作った男か。強くて賢くて誰にも優しい。そりゃ偉大な方だったよ。だが3年前突然死んじまってな。それ以来娘のキサナが
名代様の後を継いでエデンの統治者となったのさ。そういうことだったのか。エデンを囲んでいる城壁もそれを警護する衛兵隊も全て名代様がスフィアシティを悪党から守るために作ったもんだ。悪党？ああ、お前が囚人闘技で戦ったような荒くれ者から組織だった盗賊集団までいろいろだ。ここ数年は凶悪軍という軍も襲撃してきている。狙われてばかりだが俺たちの力で守っているってわけだ。お前は確か衛兵隊の隊長なんだったな。おうよ、俺がこの町の治安を仕切るエデン衛兵隊隊長のジャグレ様よ。お前はどうしてこの町に来たんだ。簡単な理由さ。水や食料を求めて家族一同この町に移り住んだんだよ。家族がいたのか。つっても親父も母ちゃんも死んじまったんだけどな。今は俺一人だ。そうだったのか。衛兵隊に入ったのは3年前からだ。それから毎日町の治安を守り体を張り続けた結果、見事衛兵隊のトップ、衛兵隊長に上り詰めたってわけよ。そうか。ところでさっき家族で移住したと言っていたが、かつては人の出入りが自由だったのか。そうだな。ま、俺らが移住してきた頃は城門も衛兵隊もない集落みたいなノリだったからな。そこから町の創始者である名代様が町のルールを決め、それを守るための衛兵隊を組織し城門を作った。今のエデンの原型はその頃にできた。それからは外部の人間を受け付けなくなったと。知ってるとは思うが、キサナが発行した許可証があれば外部の人間がエデンに入ることも可能だ。だがあまりにもエデンの物資を求めてやってくる者が多いから、今は治安維持のため入室制限しているのが実情だな。ほら次に行くぜ。もたもたしていると日が暮れちまう。ついてこい。こっちだ。どこを突き歩いてんだ。もうこんな時間か。おい待てよ。こっちだ。おい、着いたぜ。この教会みたいな建物は何だ。キサナが執務を取る場所、この町の中心となる建物、カテドラルだ。キサナはあの場所でエデンの問題を解決したり方針を決めたり、統治者として執務をこなしているんだ。みんなキサナに会うために並んでんだよ。毎日キサナは訪れてきた人全員の話を真摯に聞きアドバイスをしている。まあそのひたむきな心が聖女と呼ばれるゆえんだな。なるほどな。で奥に見えるのがスフィアシティだ。スフィアシティ、
こんなの今まで見たことねえだろ。この石像は？ああ、それが名代様だよ。キサナの父親か。名代様が生きていればもっと俺らも楽だったかもな。それだけ偉大な男だったというわけだな。正直名代様の後を継ぐってのは相当大変だったと思うぜ。まあだからこそ俺もキサナをほっとけねえってわけや。しかし本当立派な統治者になったもんだぜ。あれは大したもんだ。惚れているのか。何言ってんだてめえ。おら次はバザールに行くぞ。ついてきな。はい、行くぞ。こっちだ。さあ、草野様、どこを突き歩いてんだ。おい、待てよ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 。ここがバザール、エデン最大の市場だ。活気があるだろう。ここまで物資があふれる街は見たことがない。水があるところに人は集まる。人が集まれば物が集まる。物が集まると取引が始まる。核戦争前の世界がそうだったようにな。これだけの食料があったら外の世界では奪い合いになるはずだが、どうしてみんなこんなに落ち着いているんだ。一つはキサナが決めた法に従い、エデン衛兵隊が目を光らせているからだな。強盗強奪をすればその場で処刑、もしくは牢にぶち込まれる。なるほどな。そしてもう一つはこの町では物のやり取りで通貨が使われているからだ。金があるのか。イディアルと呼ばれるコインを使って物のやり取りをしている。もちろん物と物の直接交換も可能だが、荷物を持ち歩くのも面倒だし、町の住人は通常コインで物の売買をしている。どうやったらそのイディアルとやらは手に入る。何か金目のものはあるか。あればそれを店で売ってイディアルに変えられるが、あいにく価値のありそうなものはない。あとは町の住人から分けてもらうしかないだろうが、まあ感謝されるようなことでもしない限りただでもらえるわけないだろうね。そうか。とまあここまで説明しておいてなんだが、手出しな。サナからだ。とりあえず町で飲み食いできる分のイディアルが入ってる。ありがたく使えよな。ああ。エデンの案内はざっとこんなもんだが、お前これからどうする気だ。言った通りだ。俺はユリアを探す。とことん女の尻を追っかけるってわけか。随分とご執心なこったな。さっきも言ったが、俺はこの町でてめえに自由を許した覚えはねえ。変な真似しねえよう、そばで監視してやるからな。好きにしろ。いらっしゃいませ。
なんだよ、何すんだよ。いらっしゃいませ。ありがとう。おい、いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。あり、なんだよ。おい、気をつけろ。おい、待てよ。まあまあ、こんなに持ってやがったか。返してくだされ。うせんだよ。このイディアルは俺様がありがたく使わせてもらうぜ。うれ、てめえら何やってやがる。やべ、言いたいか。待ちやがれ。怪我はないか。大丈夫でございます。しかし、あの奪われたイディアルがないと食料すら買えません。あのお金なしでこれからどう生きればいいか。確か奪われたイディアルは黒い小袋に入っていたな。ここで待ったろ。
ベッドをお願いします。お手柔らかに。どうされますか。
おや？
これを。おお、あんた取り返してきてくれたのかい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。わっ、ケンシロウ、捕まえたチンピラどもから聞いたぞ。てめえ、何勝手に衛兵隊の仕事してやがんだ。この人には必要なもんだ。衛兵隊長さん、この方は私のお金を取り返してくださったんです。何も悪いことはしておりません。ばあさんはちょっと黙っててくれ。悪党が相手だろうと関係ねえ。俺の忠告を無視して騒ぎを起こしやがって、覚悟しろ。この音は、このサイレンは強軍の襲撃だ。早く呪文で迎撃しねえと住民たちがやべえ。いいか、奴らを片付けるまでそこでおとなしくしてろ。分かったな。さっき奴が言っていた連中か。全員下に行け。奴らがなだれ込む前に食い止めろ。ケンシロウ、お前に頼みがある。なんだ。キサナに状況を伝えに行ってくれ。多分まだカテドラルにいるはずだ。
この攻められ方じゃ早く対処しねえと取り返しがつかねえことになっちまう。ここは俺たち衛兵隊が死守する。頼んだぞ。ケンシロウさん、ご苦労様です。ジャグレから頼まれて状況報告をしに来てくださったそうですね。ああ。外の様子はどうなっていますか？いつもならもうジャグレが凶王軍を追い返している頃だと思うのですが。まだ衛兵隊たちが戦っている。城門は破れ、敵が門からなだれ込んできている。何ですって？あの屈強な壁が。今はジャグレが城門前で凶王軍を食い止めているはずだ。そんな、門が突破された以上住民にもきっと被害が。わかりました。ケンシロウさん、あなたもすぐ避難してください。この町とは無関係のあなたを巻き込むわけにはいきません。お前はどうする気だ？町の子供たちを安全な場所に避難させます。どんなことがあっても小さな命は守らなければなりません。たとえこの身を挺してでも子供たちだけは。俺も一つ役に立たせてもらおう。ケンシロウさん、これも乗りかかった船だ。
首をへし折るよ。早くその銃捨てなってねえ。おいじいさん待ってろよ。必ず助けてやっからな。わしのことはいい。それよりどうかこの町を守ってくだされ。何しやがるこのクソ野郎。そうやろうとは失礼だね。僕は強王軍ナンバー2のタルーガ。君たちの新しい支配者の一人となる男さ。口の利き方には気をつけなよ。支配者だと？貴様らのようなやつに出るや。今までの襲撃を退けたからって僕たちを舐めてもらっては困る。残念だがこれまでのお遊びはもう終わりだ。今日こそこの町もろとも強軍がいただくよ。やめろ。そのじいさんはただの住人だ。だから言ってるじゃない。このおじいさん助けたいならその銃捨てなってさ。さあどうする。次は首だよ。分かった。かっこいい。さすが正義の味方、エデンの衛兵隊長様だね。さあ約束は守った。じいさんを解放しろ。いいよ。じいさん大丈夫か。ええ大丈夫じゃ。ありがとう。
ごめんごめん、頭に穴開けるつもりだったのに外れちゃった。怪我してるとはいえちょっと動きが遅すぎるんじゃない？衛兵隊長さん。悪ふざけもほどほどにしろ。誰だ、あんたは。この町で人探しをしているもんだ。ケンシロウ。人探し？少しは骨のありそうなのがいるじゃないか。やめておけ。ああ。これ以上お前らと戦う気はない。え？何言ってんの！僕たちに盾ついた以上、君の死刑は確定なんだよ。今さら許してくれと言っても、もう手遅れだね。よく喋るゴミだ。なんだと？ここは町の入り口だ。これ以上生ゴミで散らかしたくはない。面白い。ではこの人数を相手にどこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。行けよお前ら、やつを八つ裂きにしろ。
なるほどね。面白い剣を使うじゃない。なんていう剣なの？北斗神拳。知らないな。ならば解くと味わってから死ね。死ぬのはお前だよ。自分がどれだけ運のない人間か思い知るがいい。
どうやら運がなかったのはお前だったようだな。な、だと？貴様は最初からジョーカーを引いていた。ジャグル、しっかりして。ジャグル、急いで診療所に運びましょう。あそこなら治療が施せます。わかった。